ゃこんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今回は、侍ジャパンです。まあそうだね、プレミア12が、うん、まあ今日開幕したというね。はい。まあ日本はちょっと遅れて開幕になるけどもね。うん、はい。オーストラリアと今日やりました。これが最初の試合ということになりますね。まあそうだね。強化試合はありましたけど。はい。はい。まあプレミア12で、まあ、初めての試合ということでね、うん、まあ、今日行われたけども、はい、バンテリンドームで行われました、はい、まあ、今日日本で開幕をして、うん、まあ、日本チームは明日ね台湾に向かって、うん、明後日からまた第2試合を向こうで行うということで、はい、まあ、日本でね今日はオーストラリアと対戦しました。はい、ね、はい、看板のちーちゃん、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで、まずはどういう布陣を引いてくるかね。はい。まあ、それちょっと気になったんだけども。はい、スタメンですね。まあ、はい。はい。まあ、小原、小園、うんうん、まあ、これは1、2番で組んでくるだろうなという、はい、ことは考えていて、うん、まあ、辰巳の3番も、まあ、普通に考えたらそうだろうなと。はい。で、4番を、まあ、牧なのか森下なのかっていうことを、もうちょっと考えてたんだけども、強化試合の2試合目に森下を持ってきて、やっぱりいい結果が生まれてね、そういうことを考えると、やっぱ森下を4番に持ってきたなと。で、栗原を5番に持ってきて、牧を6番のファーストというポジションで持ってきたね。まあ、セカンドには小園を入れてきてるし、で指名打者は誰を入れるかなっていうふうに、まあ、楽しみにしてたんだけど、まあ、清宮を持ってきたというね、うん、これは今の状態を見てという感じなんですかね。まあ、今の状態もそうだよね、うん、まあ、それとやっぱポジション的に考えるとやっぱ牧の方が守備がうまいしみたいな、うんうんうん、まあ、そういうところもあったんだろうと思うけどもね、はい、でショートには源田ではなくて紅林をね、若手を使ってきたという、ね、はい、で坂倉、うん、9番に使うっていうのはすごく贅沢だなっていうような、ね、うん、あ、やっぱりこう井端監督らしく、うん、ちょっと守備の負担をまた開幕ということで守備の負担も考えて、うん、おそらく9番には持ってきたと思うけども、なるほど、まあ、坂倉というのはまあ何番も出してもいいんだけどもね、うん、なんかこう俺らから見るとなんかすごく贅沢な使い方してんなっていうね、うん、まあ、そんな感じも受けました。まあね、侍ジャパンなんでね、どこの打順に入っても皆さんおかしくないというか、上位を打ってもおかしくない選手ばかりなのでね。そうだね、はい、だからまあ、守備のね負担を考えて、うん、まあ、9番に持ってきたんじゃないかっていうことも考えられるよね。はい、はい、ということで、うん、まあ、まずは試合をちょっと追っていきたいと思うんですが、はい、まず結果はこのようになりまして、はい、9対3ということでね、うん、まあ、楽勝のようだけども途中ちょっとヒヤッとする、うんうん、まあ、こういう場面もあったけども、まあ、ゲームをね、はい、ちょっと追っかけていきたいと思います。はい、日本は先発は井上投手、はい、はい、でその立ち上がりだけども、はい、まあ、井上もね国際試合初めての経験で、はい、それとやっぱこうどんな大会でも開幕っていうのは、うん、まあ、任された以上こう勝たなきゃいけないし、うん、もちろんね、はい、やっぱ相当な緊張感で立ち上がったと思うんだけども、うん、オーストラリアのバサナ1番バッターセカンドの、はい、これが全米ドラフト1位というね、すごいですよね、まあ、非常に優秀なバッターが1番に入り、うん、まあ、いきなりセンター前に落とされるんだよね、うん、で盗塁も絡められるんだけども、はい、三振2つで、うん、まあ、こう切り抜けたというね、はい、まあ、非常に緊張感をありながらでも、うん、なんかコントロールはそんなばらつかなかったかなっていうようなね、うん、表情はすごく硬かったんだけども、はい、非常にいいボールはいってたなという感じがしました。うんうんうん、はい、はい、で逆に日本、はい、初回小原が、7球粘って、うん、まあ、フォアボール、まあ、初球から打ちに行くんだけども、うん、やっぱ落ち着いてたね、粘ってやっぱこう出塁にかけていったという、うん、で小園との間、小園がヒットでつないで、はい、まあ、1・3塁をいきなり作り、うん、まあ、辰巳が犠牲フライを打つという、ね、その辰巳の犠牲フライもね、うん、1・3塁で引っ張りたくなるんだよね、はい、でインサイドにボールも来てるんだけども、うん、やっぱ先取点が大事ということで、はい、おそらくレフトの方向に打っていったと思うんだよ、うん、だからこれもやっぱ見事だったなと思って、うん、でこの1点でやっぱこう日本がねいいスタート切れたし、みんながこうちょっとホッとするというか、うん、ここで辰巳が仮にダブルプレーでも打ってたら、
いやもう相当緊張感が高まってたと思うけども、うん、この1点を先取できたっていうのが非常に大きかったような気がするね。なるほど、うん、その後に、小園が、盗塁を仕掛けて、はい、セーフになり、うん、まあ、その盗塁は得点にはならなかったけども、まあ、岩田監督は積極的にこう攻めようとしてたね、うん、なんか動かして緊張を取ろうというかさ、なるほど、まあ、そういう意図も見えれたし、硬くならないように、そうそう、うん、でね、こういうデータって国中に回るんだよね、はい、だからその国中に回るデータを作ってたかのような、うん、まあ、攻撃を仕掛けていくなっていうような感じがしたんだよね、はい、それがね2回にも見れるんだよ、うん、で清宮がね、ジャパンに入って初ヒット、はい、紅林が三振するんだけども、まあ、坂倉が、ライト前につないで桑原のフォアボールで満塁になるんだよね。ワンアウト満塁ね。ワンアウト満塁、はい、でワンアウト満塁から小園がファーストゴロで、うん、1点を取り1・3塁になるんだよね、はい、2アウト1・3塁、2アウト1・3塁ね、はい、はい、でここでね小園がねちょっと中途半端な走塁するんだよ、うん、盗塁仕掛けるんだけどもダブルスチール仕掛けたのか、うん、それとも単独でね、初回にも走ってるから、はい、セーフになってチャンスを大きく広げようとしたのか、うん、それともダブルスチールなのか、うん、それともトリックプレーでわざと弾まれて相手のミスをね、はいはい、待ってたのか、ここら辺がねちょっとわからなかったな、意図がわからなかった、意図が、まあ、井端監督の頭の中では、うん、やっぱチャンスを広げたいっていうこともあっただろうし、もしそれができない時は完全に挟まれて相手のミスを誘ってくれみたいな、うん、そういう意図があったんじゃないのかなっていうふうに思うんだよね、うん、結局その盗塁がアウトになってチェンジになるんですよね。でバッター辰巳のとこだったから、うん、ちょっとこの盗塁っていう意図が少しわからなかったなっていうのは、うん、感じがするんだよね、はい、はいはい、でね、4回表、うんうん、オーストラリアの攻撃で先頭バッターが出るんだよ、うん、先頭バッター出ても井上がねすごく牽制をしっかりしながら、うん、なんていうのかな、相手の攻撃をさせないというかさ、うん、相手をよく見てたというかランナーをね、はい、うん、それで牽制が飛び出して、まあ、アウトにするんだけども、はい、非常にやっぱりねこう2回3回4回ってだん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 落ち着いていくんだよね、うん、だから井上のこうなんていうのかな、落ち着きっていうのは今後やっぱりこう使えるなっていう感じがしたよね、うんうんうん、はい、で3回、はい、これは日本の攻撃、はい、はい、まあ相手のエラーでねチャンスをもらい、はい、ワイルドピッチとかでね、うんうんうん、点を取る、はい、で4回も、紅林、坂倉と連打で、うん、はい、桑原がきっちり送るんだよ、うん、手を2、3塁しますね、そうで小園に、まあ、これタイムリーとか外野フライで点を取ってもらいたかったんだけども、うん、ショートゴロでね、うん、紅林がホームに突っ込んでくる、まあ、相手のショートがミスをまたする、うん、で2点が入るというね、まあ相手に助けられたような点を、うん、まあもらってる感じはするんだろうけど、はい、だけどこれやっぱこう日本がね相手に対してプレッシャーかけ続けてるんだよね。なるほど。バントで送ったりだとかさ、そういうもので誘発したっていうこともある、もう考えられると思う、うん、まあ確かにね向こうのショートっていうのは今日はリズムが悪かった、野球やってる、うん、だからあんなにミスをする選手ではないとは思うんだけども、はい、やっぱ初戦の難しさとやっぱこう日本でやってる重圧とか、うん、で相手が日本が重圧をかけてきてる、ただ打つだけじゃなくて走ったり、うん、ね、バントされたりだとかいろんなことでプレッシャーをかけ続けてるのがやっぱりこうミスを誘発してるのかなっていうような感じがしたよね、うん、だからここら辺の攻撃っていうのはこういうふうな攻撃をまあ続けていくんだろうなっていうふうに思った、うん、ただ6回、はい、ね、まあ5回にブレイクが少しあって、はい、6回の先頭打者9番バッター、うん、ボヤースキー、
ボヤルスキー、はい、ボヤスキー、ボヤスキーに初球のまっすぐをセンターバックスクリーンにの横にホームランされるんだよね、はい、で、まあ、やっぱりこうなんて言うんだろう、5回のそのブレイクの後の、うんうん、立ち上がりっていうかね、それはやっぱ気をつけた方がいいし、やっぱ初球の入り方を間違えるとやっぱこういう痛い目に遭うなという、うん、さすが逃さずっていうところですか、ね、はい、はい、で続くバサナ、バサナですね、バサナ、はい、が、まあ、ライト前ヒット、うんうん、で、まあ、2番の、ホワイトフィールドに一塁ゴロで、はい、まあ、セカンドに行くんだよね、はい、この時にピッチャーがこの時に横山変わりますね、変わったね、はい、で3番を三振に取るんだけども、うん、ウィングローブ4番のバッター、はい、初球これも、うん、センターバックスクリーンにツーランホームランを打たれて2点差に攻められる、迫られる、はい、うん、だからねやっぱここら辺でちょっと考えてもらいたいのは、うん、やっぱ初球の入り方ね、いくら速くてもやっぱついてくるね、外国人ってやっぱパワーもあるし、だからちょっと怖いなっていうふうに思ったね。逆にこう速いボールっていうよりは変化球とかで様子見たりとかの方がいいんですかね。うん、それとでこれで流れが変わってね、うん、やっぱ5対3だから日本の雰囲気がものすごく悪くなったんだよね。6対3かな、うん、いや5対3になるんだよ、うん、5対3になるんだよね。あ、そこで5対3、はい、はい、5対3になるんだけども、はい、でその裏得点できず、うん、やっぱ流れがねすごく嫌なまま7回に流れて込んでくるんだよ。この3点の取られ方っていうのもホームラン2本でっていうこともあるから、まあ、あるし、うん、やっぱこう2点差に攻められたっていう、うん、で日本の場合っていうのはさ相手のミスで点をもらってるっていうところがあるから、うん、なんとなく勝ってる雰囲気はなくなってきてるんだよね、うんうん、いやミスで点取ってんじゃんみたいな、うんうん、だからちょっと嫌な雰囲気のところで、ところで井端監督が藤平を持ってきた。はい、7回からね、うん、7回から、はい、ピッチャー横山投手に代わって、うん、藤平投手がでね、藤平が三者三振で切り取って帰るんだよ、うん、あ、これはやっぱねちょっと流れが変わるからまたっていう風なところで、うん、やっぱ4番に入ってた森下がツーベース打ってくれるんだよね、うん、で、初球をね、で栗原が進塁打打てるかどうか、はい、まあ、ショートゴロだったんだけども森下のいい判断もあり、ワンアウトサードを作り、うん、牧が初球のカーブかな、はい、これをセンター前に打って高めに浮いた、うん、でこれでこう1点を取る、うん、これでやっぱりね流れがまたこう日本の流れになるのかなっていうの感じがしたよね、うん、でその勢いの8回、はい、ね、坂倉デッドボール、うん、で栗原にどうするかっていうとまたプレッシャーをかけていく、あ、桑原選手ね、うん、はい、バントしてね、はい、まあ、しっかり決めて、うん、で小園が倒れて辰巳がフォアボール、はい、これで2アウト1・3塁、はい、はい、でやっぱりねこういうところでね8回にねチャンスをね作ったらやっぱものにしないとやっぱり、ね、流れがまた変わる時があるんだよね、うん、ここを抑えられると、うん、チャンスを潰されたらまたそれで変わるとそうですね。そうで森下がここでねやっぱりしぶとく打ってくれたよ、うん、ツーベースで、はい、で2人のランナーを返してくれた、はい、まあ辰巳の足も大したもんだけどね、うん、一塁からチョークホームインしてきたっていうのがね、うん、まあ、それで栗原が追い打ちをかけたという、うん、で、はい、で9回にはまた清水が三者三振、はい、を取り、ゲームを締めたというね、はい、いうことなんだけども、うん、まあ井上、はい、やっぱりね開幕の10月、うん、そういうことをこう跳ねのけて8奪三振かな、そうですね、うん、でね15個の三振を取ってるんだけどもトータルね、うん、ほとんど変化球、うん、でほとんどフォークって言ってもいいよ、日本のあのピッチャーの得意なボール、うん、でねまっすぐで三振取ってる時はやっぱインサイドなんだよね、インサイドズバッといいコースに決まったらやっぱ相手は見逃すか空振りしてくれるという、うん、だからねやっぱ手が伸びるところっていうのは怖いわ、なるほど、はい、だからね藤平も良かった、うん、まあ鈴木も良かった清水も良かったんだけども、まあ、横山、はい、やっぱね変則でね期待してると思うんだよ、うん、
だけどそのなんて言うんだろうな、やっぱ変化球がアバウトすぎる、うん、やっぱり真ん中に集まってくる。だからその制球が悪いがために力任せで行こうとしたらこのプレミアやられるよ。なるほど。だからもう少し変化球の精度をやっぱ上げてほしいなっていうふうに思うね。うん、うん、だからここら辺がちょっと気になったかなというね、うん、それとオーストラリア、はい、12人の継投したんだよ結局ね、まあ、先発からソープ投手のあと11人投げましたから。そうそう、だから計12人投げてるんだけども、はい、やっぱねもう初回からもうすぐピッチャー変えたんだよね、うん、だからこういうことで日本がどういう警戒をされてるかっていうのがすごく分かったと思うんだよね。こんなことってね、変えね、うん、9回しかないのに12人出てくるって。いやもう一人で変えたピッチャーもいたからね、うん、8回には、うん、いやだからそういうことを考えてるとやっぱ日本のマークっていうのは相当厳しいだろうし、うん、あのそういうところでやっぱ打ちにくさってあるよ ね、 ね、うん、ただやっぱ結果が出てるバッターを見るとさ、うん、やっぱ早打ち、はい、まあその球種とかまあそういうものコースとか張りたがるだろうけども、はい、やっぱこう積極的に行くバッターの方がいいね、うん、いい結果は出てるね、うんうん、だからまあ日本特有のその粘りだとか、はい、そういうバッティングも見せてくれたけども、まあ、だけども、やっぱこう、まあ、初球から振っていける、うん、そのぐらいのやっぱ早めの準備っていうのは必要かなっていうふうに思ったね。はい、はい、なるほど、はい、でね、うん、まあ、最後にもう一つ、うん、坂倉が出た時に、はい、これはどうしても1点を取りたいだったらやっぱこれから見たいのはなんかこう磯畑をダイソーに出して、はい、で盗塁を仕掛けて、うん、それから送って、うん、まあ、スクイズとか、はい、犠牲フライとか、うん、まあ、タイムリーでもいいよね。そういうこういうことで、まあ、点をこう取っていきたかったなっていうのは一つあるね、うんうん、ただやっぱキャッチャーが出ただけに先頭バッターで、うん、だからキャッチャーってやっぱこう流れがね変わっちゃったりする時があるんで、だから変えにくかったのかなっていうのと、うん、でね、もう一つはね、源田がねピンチランナー行った時に初球で飛び出したんだよ、はい、牽制で帰れなかったんだよね。で源田も国際試合でものすごい経験してると思うけど、うん、やっぱ防具まがいで来るんだよね牽制が。ああ、なるほど。まああれでなんかこう金縛りにあったみたいに帰れなかった動けなくなる。まあさすが源田だよね、こう戻ってきてセーフにはなったけど、うん、同じ形を作れたけども、やっぱ今後はやっぱ気をつけてほしいね、こういうことにはね。国際試合特有というか特有だね、うん、はい、だからまあただまあ初戦のね、はい、難しさ、まあそういうものがあったりだとか、やっぱこう経験者がね、うん、桑原でも初めてだし、はい、辰巳もそうだし、うん、ね、まあ清宮も紅林もそうだよね、うん、あの初めてのね、全日本ということで、まあいろんな緊張もありながらね、うん、9対3ね、うん、まあね、結局大差というかね、6点差、まあ、まあそうだね、うん、でもまあ最後にはね日本らしい野球、はい、まあ、点の取り方っていうのができたっていうのがね、まあ、非常にホッとしました。はい、これはもう選手、はい、監督さん含めみんなホッとしましたね。まあそうだね、やっぱねどんな試合でも、うん、どんな相手でも初戦って難しいんだよね、うん、だけど俺思ったのは井端監督がもう初回から動かしたりだとか、うん、まあいろいろしてるんでね、まあ度胸を据えて、うん、あ、よくやってんなっていうふうに感じました ね、 ね、まあ台湾行ってね、うん、場所が変わって難しいかもわからないけども、はい、まあ期待してますね。次はね、はい、1日置いて15日の金曜日、はい、19時から韓国と韓国とね、はい、はい、まあね、ドミニカ、うん、キューバ、はい、チャイニーズタイペイ、はい、まあ、こういうのも待ち構えてるしね。そう、その次ね、もうそのまま土曜日チャイニーズタイペイと、はい、で日曜日にキューバと、はい、っていうことでね、ちょっと連戦、まあそうだね、はい、で月曜日に
ドミニカ、うん、はい、まあでもいいスタートを切ったというふうに言ったけども、うん、まあ、ここから強豪が待ってるからね。そして連戦ということでね、うん、場所もね海外になるし、まあそうだね、うん、だからまあ得点を今日はねちょっともらった形の手間たくさんあったけども、うん、まあこれからはもらえないんでね、自力で取っていかなきゃいけないんで、うん、ね、まあどういう大会になるかわからないけども、うん、まあ期待してます、はい、ね、頑張ってください、はい。